なんてまだまだね。今日はこれで修行よ。え、アキコン、コンケリでもするの？ちーかー、うわ、アキコンが開いた。僕のアキコンハウスにようこそ。今日はこのお家にある伝説の刀を探してもらうわ。それを見つけられたら一人前よ。ま、無理だと思うけどね。よし、絶対に見つけるぞ。どこにあるのかな。隠せそうな場所なんて、うん、ここ何かの扉かな。うーん、開かない。ほらほら、早く。どうしよう。さんさん、普通に探しても見つからないわ。磁石マークを探すのよ。磁石マーク、そんなのここにはないよ。ってことは2階。ねえ、2階ってどうやって行くの？そんなの教えるわけないじゃん。登れるもの。あ、このはしご使えそう。シュシュッと。よし、登るぞ。あ、磁石マークだ。えい。あー、扉が開いた。これは伝説の刀だ。サンサン、よく見つけたわね。この仕掛けを見破るなんて、やるじゃん。これで一人前。あ、ちゃちゃちゃ、どこが一人前なんだ。簡単に取れちまったぜ。ノイズ、いたずらはやめなさい。やーなこった。おらよ、来れるもんならここまでおいで。何か登るのに使えそうなのは、あ、この切り株使えるかも。こんな大きいの動かせないよ。諦めるのはまだ早いわ。つくも、なにこれ。カブトブショーよ。今のサンサンなら扱えるはずだわ。ありがとう。この角すごく強そう。これならさっきの切り株も持ち運べるんじゃないかな。どうだ。やった。これをここにドン。これで2階に登れるぞ。ノイズ、観念しろ。なに、くそ、こうなったらおりゃ。わあ、おお、さすが伝説の刀だぜ。おら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 。わあ、キャッキャッキャ、これで伝説の刀も虫人情も俺様のものだ。そんなもう打つ手はないのかしら。わあ、カブトショーの中にスペースがある。もしかして中に入れるかも。シュシュッと変身、カブトショー。すごいわサンサン。かっこいい。はん、伝説の刀がある限り俺様が最強だぜ。ノイズ、勝負だ。望むところだ。えい、おりゃおりゃ。やあ、どうだ。グッグッグ、これで一人前ね。うん、文句なし。やったー。あれ、いい匂いがする。こっちかな。ここはピクミランド。あ、ロリポップだ。何の匂いかな。くんくん、チョコかな。開けてみよう。どんなピクミが出るかな。オープン。おお、チョコ食べたくなってきたな。どこかにチョコないかな。おお。どうしたのトーギー。おお、これはチョコレートだ。え、これ本物。くんくん、トーギーと同じ匂いがする。ありがとうトーギー。
子犬のピクミーだよ。コーギーは何の香りがしたかな、コメントで教えてね。なんか甘い匂いが強くなってきてる。これかな。クンクン、これマシュマロみたいな匂いするぞ。もしかしてこの中に。ワクワクドキドキ、それなんか飛び出てきた。はじめましてです、僕スモーリーって言うです。よろしくです。スモーリー、わあ。これから毎週土曜日スモーリーと遊ぶ動画を出していくよ。他にもたくさんのピクミーたちとお友達になりたいから、みんな応援してね。ピクミーポップは9月15日発売。下のコメント欄の青い文字を押すと予約できるよ。ポチッです。ノイズと追いかけ対決をしてたらピクミーポップのスモーリーと出会った。一体何をしてくれるんだろう。みんな見てね。今日のお絵かき、毎日みんなのお絵かきを楽しみにしているよ。みんなにも紹介するね。得意だけど、うちは。はいはい、ここまで。まだ途中や。アンビルチャンネルで私たちの自己紹介するよ。もっと喋らせてよ。今日の夕方にも動画を出すんだよね。早く見てみたいな。みんなアンビルチャンネル、略してアンちゃんもよろしくね。うちが得意なことは。そうだ。なんだ。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ。ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで